確率変数、確率変数、確率へ、無数、とは、確率論並びに統計学において、起こり得ることから、事象に割り当てている値、普通は、実数や整数を取る変数。各事象は確率を持ち、その比重に応じて、確率変数はランダムに値を取る。確率変数は、理算型確率変数と、連続型確率変数に分けられる。 離散型確率変数の場合の確率分布は確率関数で表される。連続型確率変数の場合の確率分布は確率速度が絶対連続ならば確率密度関数で表される。確率空間フォーミュラ1において標本空間の大きさが連続体濃度の場合、確率変数とはオメガ上で定義された実数値関数でフォーミュラに加速であるものと言える。 確率変数値を取るの部分集合が事象であり、従って確率を持つためにフォーミュラに加速は必要になる。日本工業企画では確率変数、確率へ、無数、ランダムベリアブルを、と規定している確率変数は、に割り当てられている値である。確率論においては確率変数は確率分布を記述する上で事実上必要な概念である。 確率変数は、離散型確率変数、有限個または加算個と連続型確率変数に分けられる。離散型確率変数の場合の確率は、確率質量関数及び、離散確率分布を参照。連続型確率変数の場合の確率は、確率密度関数を参照。本校では、確率変数を標本空間に定義された、 加速関数から得られた数値として考える。確率論での数学的な取り扱いは、速度論的定義を参照のこと。確率変数フォーミュラ4は、標本空間、起こりうる、事柄の集まりのもとに数を対応させる、加速関数である、は、それぞれ加速空間、速度論的定義も参照。は、通常フォーミュラ5、または、フォーミュラ6、や、フォーミュラ7である。 そうでない場合は、確率要素として考察する概念の拡張参照であるために、合理的定義が必要とされる。像が不可参考であるときは、連続型確率変数と呼ばれ、確率分布が絶対連続ならば、確率密度関数が存在し、確率変数が、フォーミュラ8、例えば区間に属する確率が、確率密度関数の上のルベーグ積分で表される。 注意すべき点は、絶対連続の時連続確率分布であるため、確率変数がある値を取る確率は、すべて例になるということである。確率分布が連続でも、絶対連続とは限らない。がその例である。そのような確率変数は、確率密度関数、または、確率質量関数で記述できない。あらゆる確率分布は、分布関数で記述できる。 分布関数とは、2、確率変数が以下である確率を対応される関数のことである。例えば、任意に抽出した人の身長を確率変数として得る場合を考える。数学的には、確率変数は対象となる人その身長という関数を意味する。確率変数と関連するのは、確率分布であり、妥当にあり得る範囲の確率。 身長 180cm 以上 190cm 以下である確率や 150cm 未満、または 200cm 超である確率を計算できるようになる。もう一つの確率変数の例は、ある人に何人の子供がいるかというものである。これは皮膚の整数値を取る離散型確率変数である。この場合、 覚醒数値での確率を計算することができる確率質量積、また、無限個の仮説を想定することも可能である。例えば、たま数人の子供がいるか、といったものである。どなたの場合においても、確率値は、PMF の要素の和を無限に取っていくことで見ることが、できる。子供が0人の可能性、子供が2人の可能性、子供が4人の可能性、という要領である。 このような例では、標本空間はしばしば有限に制限される。離散値を無限に計算していくのが、数学的に困難だからである。しかしアウトカムの標本空間内で二つの確率変数が同時に測定される場合、すなわちある人について、身長と子供の数とを同時に調査する場合などは、両変数に相関関係があるのか否かを知るのは容易である。 統計学における基本として、確率変数が取る値は実数であり、従って期待値や分散その他の値を計算することができる。しかし、実数以外の要素を値として取る、確率変数も考えられる。値として取る要素としては、ブール変数、複素数ベクトル、行列、樹形図、図形、多様体、関数等が考えられる。 確率要素という用語はこれらすべての概念を指し示す。もう一つの拡張は確率過程、すなわち時間や空間などで添えじつけられた添えじつき確率変数である。このようなより一般化された概念は計算機科学や自然言語処理といった奇数的要素を扱う分野で特に有用である。 これらの確率要素は実数値の確率変数、主に乱数ベクトルとして取り扱えるとが多い。下記に実例を挙げる。要素の数値化は、非数的な独立した確率要素を扱う、際の必須操作ではない。コイントスをするという思考において、標本空間はフォーミュラ Q である。表が出る回数を調べたい場合は、ここから確率変数を次の式で定義する。 コインの表と裏が出る確率が等しいとき、確率質量関数フォーミュラ11は、自式の通りである。二つのサイコロを振るとき、出た目の和の確率分布を調べるには、確率変数を次のように取る。標本空間は、フォーミュラ13である。確率変数は二つのサイコロの出た目の和である。これは次の式で定義される。このとき、 確率質量関数は次の式になる。連続型確率変数の例として、水平方向に回るルーレットを上げることができる。標本空間は、ルーレットの向き全体である。この、向きに、確率変数値を割り当てる。そこで、確率変数を、北極の向きとなす角度と定義すると、確率変数の地域は、区間0度以上360度未満の実数であり、 ルーレットの元々の目的から各地を取る確率は等しいと考えられる。この時区間内のあらゆる実数の確率はであるが、ある範囲内の角度をなす確率は正の値である。例えば0度以上180度以下となる確率はである。確率質量関数の代わりにの確率密度を考えると幅1度の確率密度はである。確率は幅に比例し、確率分布は 連続一応分布になる。一般に連続型確率変数における確率は存在すれば確率密度関数の範囲における積分値で捉えることができる。混合タイプの確率変数としては例えばコインを投げて表が出た時のみルーレットを回すということを考えることができる。コインが裏であれば表であればルーレットの角度とするとこの確率変数は 確率で、その他の数である確率は、上記の例の半分である。確率空間フォーミュラ16が与えられたとき、確率変数とは、事象フォーミュラ17に割り当てた値を取る変数の、ことである。値にはその名の通りフォーミュラ5や、フォーミュラ7のほか、ベクトル値フォーミュラ20を割り当てることもある。ねとして、一般的には加速空間フォーミュラ21とする。 確率変数とは、フォーミュラ22、加速関数フォーミュラ4である。つまり、ネフォーミュラ24の、現像フォーミュラ25がフォーミュラ2のもとであることを、意味している。特にが、位相空間であるとき、最も一般的なシグマ集合台数フォーミュラ27は、ボレルシグマ集合台数フォーミュラ28である。これは、このすべての回集合から生成されるシグマ台数で、 ここでは観測値を実数とする。フォーミュラ1が確率空間である。下記の場合、実測値空間として関数フォーミュラ30を実数確率変数とする。この定義は上記の特別な場合である。集合フォーミュラ32が実数空間内にボレル完全化法則をなし、それが集合の加速性を示す十分条件だからである。これで、 フォーミュラ33を用いて生成する集合の加速性が証明される。確率変数フォーミュラ34が確率空間フォーミュラ1内に定義されたとするとの値が2を取る確率はいくつかと、と問うことができる。これは、事象フォーミュラ36の確率と同じであり、しばしば短くフォーミュラ37やフォーミュラ38と記述される。 実数確率変数が示す範囲の確率をすべて記録するとの確率分布が得られる。確率分布はの定義に使われた特定の確率空間を忘れるのでの様々な値の確率を記録するのみである。このような確率分布は常に分布関数で捉えることができる。加えて確率密度関数フォーミュラ40を使える場合も多い。速度論的には 確率変数は上でのの測定からフォーミュラ5上でのフォーミュラ40の測定に推し進めるものと言える。根底にある確率空間は確率変数の存在を保証するツールであり、しばしば変数を構成し、同一確率空間内の2つ以上の変数の同時分布における相関、依存や独立性の基礎となる。実際は空間全体に1つの変数を置き、 数直線フォーミュラを全体で一つの変数とする。つまり、その変数が確率変数に変わって確率分布する。確率変数の確率分布は、多くの場合実用的な意味を持つ、少数のパラメータで規定される。例として、平均値は確率変数の期待値、E 点の数学的概念として捉えられ、一時モーメントと呼ばれる。一般に E F は F と等しくない。平均値が分かると次に点の値が平均値からどれほど離れているのかが次の疑問となる。その問いに答えるのが確率変数の分散及び標準偏差である。E 点は要素数が無限個の当該母,母集団から得られた平均値として直感的に了解できる。数学的には与えられた確率変数 X が所属する。 母集団に関する一般化されたとして知られ、確率変数点の分布の性質を示す、期待値 EF の関数のコレクション F である。モーメントは確率変数が実数関数である場合、複素数等についても2定義できる。確率変数自身が連続であるならば、変数のモーメント自身は確率変数の高等関数フォーミュラ44と等価である。 しかし、比実数の確率変数の場合にも、モーメントをその変数の実数関数として得ることができる。例えば、名義尺度変数点として、赤、青、緑がある場合、実数関数フォーミュラ45を考えることができる。こうして、アイバーソンの記法を用いることで、点が緑の時は1、それ以外は0と記述できるので、期待値を予びたのモーメントを定義できる。 実数のボレル加速関数フォーミュラ46を実数値確率変数点に適用すると新たな確率変数 y を定義することができる。の累積分布関数はである。関数グラムに逆関数グラムが定義可能であり、かつそれが増加関数かまたは減少関数である場合には上記の関係は以下のように展開できる。 さらに、同じくグラムの可逆性に加えて微分可能性も仮定すると、両平を y で微分することにより、確率密度関数の関係を下記のように記述できる。グラムの逆関数が存在しない場合でも、それぞれの y が高々かか加算個の根を持つ場合、すなわち y イコール g である x の数が有限、または加算無限の場合には、 上記の確率密度関数の関係は次のように一般化できる。この式はグラムが増加関数でなくとも成立する。確率に対する合理的アプローチとしての速度論において空間フォーミュラ50上の確率変数フォーミュラ51及びボレル加速関数フォーミュラ46を取る。加速関数を合成したものもまた加速である。しかしフォーミュラ53が ルベーグ加速の場合はその限りではないため、フォーミュラ54も、また空間フォーミュラ55条の確率変数である。フォーミュラ56の分布を知るために、確率空間フォーミュラ57からフォーミュラ58への移行と同じ手順を利用できる。点を実数の連続確率分布としたとき、y イコール点とすると、y0 のときはフォーミュラ60であるので、 y0 の時は、フォーミュラ63であるので、フォーミュラ66は、累積分布関数がであるような確率変数とする。ただし、フォーミュラ68は固定されたパラメーターである。確率変数、y をフォーミュラ69とすると、最後の表現はの累積分布関数で計算できる。すなわち、フォーミュラ75が、標準正規分布に従う。 確率変数であるとすると、その密度は、下記の通りである。確率変数フォーミュラ77を考えると、上記の式を変数変換して、密度を下記のように表すことができる。この場合、フォーミュラ79の値は2つのフォーミュラ75、正の値と負の値に対応するので、変換は単調写像ではない。しかし、関数が対称であるので、 両半分をそれぞれ変形することができる。すなわち、である。この逆変換は、であり、両辺を微分するとである。従って、これは自由度1の解分布である。確率変数が同値とみなされるには、等しい、ほとんど確実に等しい、分布が等しいといった、いくつかの異なる意味がある。強さの順に並べると、これらの正確な定義は、以下の通り、 標本空間が実数直線の部分集合の場合、確率変数との分布が等しいとは、フォーミュラ85と表記する下記のように同じ分布関数を持つことである。二つの確率変数は同じ積立母関数を持つときに同じ分布になる。この事実は、例えば独立同一分布の確率変数による複数の異なった関数が、 同じ分布になるかどうかを調べるための便利な方法を提供する。しかしながら、積立母関数が存在するのは、ラプラス変換が定義される分布関数に対してのみである。二つの確率変数 X と Y が、ほとんど確実に等しいとは、その二つが異なる確率が0であることと同値である。これは、以下で定義される距離が0であることも同値である。 確率論におけるすべての現実的な目的に関して、この同期性の概念は、実際に等しい場合と同等の強さを持つ。最後に、二つの確率変数 X と Y が等しいとは、それらが定義される、加速空間上の関数として、等しいことを指す。数理統計学の重要なテーマは、例えば対数の法則や中心極限定理のように、 ある確率変数の特定の列の収束結果を得ることである。確率変数列点を確率変数点に収束させる方法は様々なものがある。詳細は確率変数の収束で説明する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。